メフメト2世は、オスマン帝国の第七代スルタン。コンスタンティノープルを攻略して、東ローマ帝国を滅ぼし、オスマン帝国の半島を大幅に広げる。30年以上にわたる征服事業から、征服者と呼ばれた。メフメトは30年にわたる二度目の規制において、コンスタンティノープルやバルカン半島の諸国、アナトリア半島のトルコ人の諸勢力を征服し、 オスマン朝の勢力を急速に拡大させた。これによりオスマン朝は帝国と呼びうる内実を獲得することになる。コンスタンティノープル征服後、メフメトは征服の父、二つの海と二つの大陸の支配者という称号を用いた。オスマンの勢力拡大はヨーロッパ諸国にとっての脅威であり、メフメトは破壊者、キリスト教最大の敵、地にまみれた君主と恐れられた。 その征服活動よりしばしばアレクサンドロス大王と比較され、彼自身もアレクサンドロスの伝記を好んで読んでいた。メフメトはイスラーム以外にヨーロッパの文化にも理解を示し、宮廷には国際的な空気が流れていた。そのためルネサンス君主の一人に数えられることもある。メフメトの後に即位したオスマン帝国の皇帝はもっぱらイスラームの文化に関心を持ち、 宮廷からあった文化が共存する空気は失われた。少年時代の目フめと二世の落書き、ビザンツの彫像あるいはイタリアの絵画に対する関心を表していると言われる。オスマン皇帝村と二世とヨーロッパ出身の奴隷暇、ハトゥンの子として首都エディルネの宮殿で生まれる。幼少期は家庭教師の大ハトゥンに養育され、エディルネで過ごした。ママ母であるセルビア皇。 ジュラジブランコビチの娘エマラから東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを描いた絵を見せられ街に強い興味を抱くようになる。1443年、オスマン帝国の監修に従ってメフメトはマニサに知事として赴任し、進学者グラギの下で勉学に励む。オスマン帝国がハンガリー王国、カラマン公国とは役を結んだ後、1444年に、 メフメトは父から上位されてスルタンイにつく。ムラトは大宰相のチャンダルル・ハリル・パシャにメフメトの補佐を任せ、マニサでイント遁ン生活を送った。メフメトは補佐役のハリル・パシャをララと呼んだが、打ち解けることはできなかった。1444年9月、ハンガリーのフニャディアーの首都、ポーランドオーブワディスワフ三世が率いるヨーロッパ連合軍がトランシルバニア、 ブルガリアに侵入したとき、ハリル・パシャはメフメトには対処が困難だと考え、ムラトに福井を求めた。ムラトはバルナの戦いでヨーロッパ連合軍に勝利した後に対するが、1445年にエディルネでイエニチェリの反乱が起きたとき、ムラトは再び福井を要請される。1446年にメフメトは定位を返上し、領地のマニサに戻った。メフメトは、 自身を軽んじたハリルパシャに敵外心を抱きザガノスパシャラメフメトの側近たちは敵意を煽った。領地に帰還したメフメトはベネツィア共和国の船舶を襲撃しネグロポンテなどのベネツィアの支配下にあるエーゲ海の都市や島を襲撃した。一方でイスラーム世界や西欧の知識人をマニサに呼び寄せ過去の歴史家や哲学者についての教えを受けていた。 時には、村との軍事行動に従軍し、1448年のコスボの戦いや1450年のアルバニア遠征に従軍した。アルバニア遠征から帰国後、村とは、メフメトとアナトリアのドゥルカディル公国の王女シット、ハトゥンの婚姻を成立させる。1450年から1451年にかけての冬、エディルネで3ヶ月にわたる結婚式が開かれた。 1451年のメフメト二世の即位1451年2月3日に、村戸が放御し、メフメトは、父ミカドの放御を知らせる施設が現れた時、彼らを喜んで迎えたという。この時、報告を聞いたメフメトは、我を愛する者は後に続けと叫んで馬にまたがり、エディルネに直行したと伝えられている。同日、エディルネに到着したメフメトは二度目の即位を経験する。 即位に際して、幼少の弟、アフメトを風呂場で考殺させ、家にチェリの忠誠を確保するために賞与を支払った。後継者候補を殺害して、内紛を事前に阻止する兄弟殺しの慣習は、メフメトの知性から慣例化されたと考えられており、ウラマーの賛同によって兄弟、追い殺しの法的効力が追認された。 即位の際にハリルパッシャと最小のイソハクパッシャは、オスマンの慣例に反して、メフメトの反対の位置に立ったと言われ、メフメトの即位後にイソハクパッシャは地方に左遷される。しかし、帝国の支配者層から指示を受け、強固な地盤を持つハリルパッシャはなおも中央に止まった。メフメトは、ハンガリーと三年の休戦協定を結び、東ローマにも友好的な態度を示した。 ヨーロッパの国々は、停戦を求めるメフメトの消極的な態度を見て、安心し、いずれオスマンは内向で衰退すると考えた。さらに、アナトリア半島のカラマン公国は、ムラトの死に乗じて、和訳を破棄し、オスマン領に侵入した。東ローマは、コンスタンティノープルに亡命していた、オスマン帝国の皇族、オルハンの解放を示唆し、 帝国がオルハンの監視と引き換えに支払っていた身の白金の増額を要求した。メフメトは東ローマの要求を忌々しく思ったが、カラマンの攻撃に対処するために怒りを抑えて東ローマの使者を返し、アナトリアに渡ってカラマン軍を打ち破った。そして第一の目標であるコンスタンティノープルの攻略に着手した。コンスタンティノープルに入場をするメフメト二世。 メフメト2世とゲンナディオス2世から満頭髪のキ路でメフメトはボスポラス海峡のヨーロッパ岸にルメリヒサルを建設することを命令した東ローマの使者はルメリヒサルの建設に抗議したがメフメトは砦の建設は協定に違反するものではないと返答し使者を追い返したルメリヒサルはかつて曽祖,祖父のバヤジと一世がアナトリア岸に建設した アナドルヒサルと共に海峡を監視し、ボスポラス海峡を通過する船舶を捕捉する体制を整える。ボスポラス海峡を通過する船舶は通行税を徴収され、イタリア半島のジェノバやベネツィアが行っていた東方交易に板手を与えた。オスマン帝国によるコンスタンティノープルの包囲は、バヤジと一世、ムラと二世に続く三度目であったが、メフメトは過去の包囲の教訓を活かし、 長期の包囲戦を避けて短期決戦を選んだ。ハリル・パシャラはヨーロッパのキリスト教徒の攻撃を招くと包囲に反対したがザガノス・パシャラ、メフメトの側近は包囲を支持する。1453年4月6日、メフメトは反対を押し切ってコンスタンティノープルの包囲を開始した。包囲中、主戦派と反戦派の間に たびたび衝突が起きたが、ハンガリーのギシウルバンが改良した大砲は、コンスタンティノープルの城壁に大きな損害を与えた。同年5月29日に、オスマン軍はコンスタンティノープルを攻略、東ローマ帝国を滅ぼした。コンスタンティノープルに亡命していたオスマン帝国の皇族ウルハンは、逃亡を図ったが、失敗し死亡した。コンスタンティノープルの陥落は、 ヨーロッパに強い衝撃を与え、オスマン帝国にとっての歴史的な転換点ともなった。コンスタンティノープル征服後、極力町の被害を抑えたいと考えていたメフメトは、市内で行われている略奪を取り締まり、治安を取り戻そうと試みた。木内のキリスト教徒に自由を保障し、ガラタ地区に住むジェノバ人が東ローマ時代に認められていた特権を再確認した。 6月1日、ゲオルギオススホラリオスをコンスタンティノープル総主教に助任する。また、コンスタンティノープル征服の直後に利的行為を働いた罪でハリルパシャとその一族、従者を投獄した。同年8月にメフメトはハリルパシャを処刑し、多額の財産を没収する。代わりにバルカン出身のザガノスパシャを新たな大祭相に起用し、中央集権下の 第一歩を踏み出した。1456年のベオグラードの工房コンスタンティノープル征服後も、メフメトは征服事業を継続する。1454年、セルビア港、ジュラジ・ブランコビチに割上した領土の返還を求めるが、ジュラジは返還を拒否する。メフメトはセルビアに遠征して、ジュラジに改めて侵入を誓わせ、1455年の 冬からベオグラード遠征の準備を始める。1456年7月に、メフメトが率いるオスマン軍は、ベオグラードの包囲を開始、メフメトとオスマン軍の指揮官の多くは、容易に、ベオグラードを攻略できると楽観視していた。しかし、ドナウ川に浮かぶオスマン軍の艦船は、ドミニコ海修道士カピストラヌスが率いる民衆の攻撃を受けて壊滅し、 ベオグラード市内に突入したオスマン軍はフニャディアーノ氏の反撃を受けて惨敗した。従軍していたイエニチェリの多くが戦死し、メフメト自身も被に傷を負った。帰国後すぐ、メフメトはベオグラードでの敗戦を忘れるかのように、息子はヤジトとムスタファの活例の式日にエディルネで大々的に宴会を開いた。宴会では学者たちのディベート、スポーツの競技会が開かれ、 町の住民に金銭を与えた。オスマン軍が撤退した翌日にフニャディは没するがこの敗戦によってオスマン帝国はハンガリーへの進出を一時中断しなければならなかった。ベオグラードでの攻防はキリスト教国にオスマンに対する勝利を確信させ破れたメフメトは征服の目標をバルカン半島の内部に変えた。また強硬カリストス3世はヨーロッパの王皇に ハン・オスマン連合の結成を呼びかけたが、結成に積極的な返事は得られなかった。ベオグラードの敗北と同じ時期、ルーマニアのモルダビアを侵入させ、モルダビアには兵と引き換えの効能金を課した。また、ワラキアでは、ブラド・ツペシュが公に即位する。メフメトは、ワラキアとモルダビアを侵入国としながらも、一定の自治を認めていた。ペロポネソス半島に残る東。 ローマ系国家モレアス先生公国では、共同の君主であるソマスとディミトリオスの兄弟が互いに争っており、ベオグラード包囲後に兄弟はオスマンへの功能を拒否する。メフメトは何度も功能の再開を要求するが、モレアスは返答せず、メフメトはペロポネソス半島への申請を決定する。百五十八年春にメフメトはペロポネソス半島に進軍し、 ソマスとディミトリオスは、宮廷から逃走する。ペロポネソス半島の3分の1が、オスマン帝国の支配下に入り、ソマスとディミトリオスには、領土の保持と引き換えに、高納金を課した。また、メフメトは遠征で獲得した、パトラの立地と整備された開港に着目し、町を発展させるために住民を保護し、特権を付与した。同年、オスマンの将軍、 エメルの策略により、アテネ公国がオスマン帝国に併合される。1458年初頭よりセルビアは、後継者問題で、反オスマン派と親オ,オスマン派に分かれており、親オ,オスマン派はメフメトに、セルビアへの派兵を要請した。はじめに、セルビアには、最小マフムトパシャを司令官とする軍隊が派遣され、メフメトは、モレアス遠征の帰路にマフムトパシャの軍に合流する。 1459年春に、オスマン軍は、ボスニア王ステファン・トマシェビッチより、スメデレボを譲渡され、ベオグラードを除くセルビアの征服を完了した。さらに、セルビアの征服は、ボスニアへの進出の足がかりとなり、1460年に、ボスニアへの攻撃を開始した。貴族間の抗争と、ボスニア王国で迫害を受けていた、ボゴミル教徒の指示により、 オスマン軍のボスニア進出は容易に進んだ。オスマン軍はボスニア内に要塞を建設するとともに農民に保護を与えて支持を得ていく。ステファン・トマシェビッチはローマ教皇に宛てて自国の宮場とメフメトがイタリア、ダルマチア、ハンガリーの征服を企てていることを訴える書簡を送った。1459年初秋、メフメトはキリシャ各地を訪問した。 歴史家、ミカエル・クリトボロスは、メフメトは、廃墟や遺跡を見学し、住民が語るギリシャの歴史に耳を傾けたと伝えている。また、1459年の初頭より、ペロポネソス半島では、教皇庁と西ヨーロッパの援助を受けたソマスの指導による反乱が発生していた。西ヨーロッパが反乱に加担していることを知った、メフメトは軍隊を派遣するが、 モレアス側との交渉は失敗し、混乱はより拡大する。1460年5月にメフメトはペロポネソス半島に再び申請を行い、1461年春に遠征を終えて帰国する。1461年7月に1年にわたってオスマン軍に頑強に抵抗していたサルモニコンが陥落したことで、モレアス先生広告の征服が完了し、 ペロポネソス半島の大部分がオスマンの支配下に入った。ソマスはイタリアに逃亡し、オスマンに降伏した。ディミトリオスはメフメトから手厚い保護を受けた。1460年、アナトリア北部の東、ローマ系国家トレビゾンド帝国の皇帝ダビドは、同盟国である白洋朝の力を頼みにして、毎年オスマンに支払う高納金の免除を申し出た。メフメトは、この要求に起こり、 トレビゾンドを中心とするアナトリア北部の国会沿岸部の征服を計画した。1461年春、メフメトはモレアス遠征から帰国した数ヶ月後に申請を開始する。公軍中、国会に面する公安都市シノプを支配するペルバーネ公国がオスマン帝国に降伏する。メフメトは進軍中に白洋朝と協約を結んで援軍の到達を阻止した後、 トレビゾンドを包囲した。財産と家族の安全を保障されたダビドはメフメトに降伏し、メフメトはトレビゾンド帝国を併合した。併合から数年後、メフメトはダビドに白洋朝との内通の権威をかけ、彼をイスラームに回収した息子の一人を除いた家族と共に処刑する。19世紀にテオドールアマンによって描かれたワラキア軍の野衆戦4 5 9年に、 ワラキアに課した、功能金を増額した際、ワラキア公、ブラド・ツェペシュは、功能金の支払いを拒否し、メフメトが喫問に向かわせた使者たちはブラドによって処刑された。1461年から1462年に、かけての冬、オスマンの守備隊は、テレオルマンで、ワラキア軍の攻撃を受けて敗北する。1462年にメフメトは、ワラキアに申請するが、 ブラドはゲリラ戦術を展開して抗戦した。6月16日、メフメトの宿営は、ワラキア軍の野襲によって大きな損害を受け、6月中にメフメトは、ワラキアから撤退した。同年夏、メフメトは、ブラドの実刑である、ラド3世を指揮官とする遠征軍を新たにワラキアに派遣する。ワラキア国内の貴族の離反とハンガリーの妨害によってブラドは失脚し、 トランシルバニアに亡命したが、ハンガリー国王マーチャーシュ一世に逮捕されてブダに遊兵された。1462年にオスマン軍はベネツィア領のレスボストを占領する。ボスニア王ステファン・トマシェビッチはローマ教皇の施設に激励され、セルビアの支配権を要求し、オスマンへの効能を拒否した。メフメトはボスニアに申請し、ステファンを 首都のヤイツェから放逐し、クリウクスに追い詰める。1463年に降伏した、ボスニアのステファン・トマシェビッチを処刑し、一部の地域を除くボスニアを併合した。しかし、ヤイツェは、マーチャーュの手に落ち、占領には至らなかった。1464年8月、ハン・オスマン十字軍を計画していた強皇ピウス2世が、病没し、 ヨーロッパ諸国が連合してのオスマン攻撃は、中止される。1468年に長きにわたってオスマン帝国のアルバニア征服を阻止したスカンデルベグが没する。スカンデルベグの死を知ったメフメトは歓喜し、アジアとヨーロッパ両方の征服が達成されることを確信する。1470年、オスマン艦隊はベネツィアの支配下にあったネグロポンテと近隣の島々を 制圧する。ベネツィアの要者の一つであるネグロポンテの陥落は、イタリアに恐怖を与え、ベネツィア出身の教皇パウルス2世は、アビニョンへの避難さえ計画した。ウズンハサン1464年にメフメトは、カラマン公国で起きた後継者争いに介入し、領土の割譲を条件に、ピールアフメド米を支援した。ピールアフメドは即位後に、領土の返還を要求してオスマンと対立し、 1466年にオスマン軍はカラマンの領土を攻撃し、今夜カラマンを征服する。ピール・アフメドは白洋朝のウズン・ハサンに庇護を求め、トレビゾンドとカラマンの併合はオスマン帝国と白洋朝との関係を悪化させる。ウズン・ハサンは東西交易の拠点の確保を望むベネツヤと同盟し、オスマンの攻撃を試みた。ベネツヤは 白洋朝との同盟にあたり、大砲と火薬の供給を約束した。1471年に、メフメトが残存する、カラマン朝の領土を攻撃すると、ピールアフメドは、ウズン・ハサンに助けを求めた。オスマンに領地を奪われた他のベイリークの君主もウズン、ハサンの元に集まり、アナトリアのオスマン領を攻撃した。メフメトは、最小ルム・メフメトパシャを罷免して左遷していた。 マフムトパシャを最小に復職させ、アナトリアに配置していた息子と総督に、ウズン・ハサンの攻撃を命じた。オスマン軍は、ベーシェヒル近郊で、白洋朝軍に勝利するが、メフメトは次の戦闘に備えて、徴兵と物資の補充を行った。1472年、ウズン・ハサンは、オスマンとの和薬を破棄し、カラマイ公国の丘陵の貴族をめぐる問題に、介入する。 ベネツヤは、ウズン・ハサンのもとに大砲を届けようとしたが、オスマン艦隊は、ベネツヤ艦船を捕らえ、大砲の到着を阻止する。1473年に、オスマン軍とウズン・ハサンが率いる、白洋長軍は、アナトリア東部のオトゥルクベリで交戦する。オスマン軍は、ウズン・ハサンに勝利し、カラマン公国の給料は、オスマン帝国に組み入れられた。戦後、オスマン軍は、 カラマンに帰国したピール・アフメドを放逐し、ピール・アフメドは再びウズン・ハサンの元に逃亡した。1474年、息子・ムスタファが亡くなる。ムスタファは、大宰相マフムト・パシャと彼の妻をめぐって争い、マフムト・パシャによって暗殺されたと考えられている。1460年代末から、クリミア半島のモンゴル系国家クリミア半国では、王位をめぐる内装が起きていた。 1475年、クリミア半国の有力部族死民族の要請を受けて、メフメトは大最小ゲリクアフメトパッシャを総司令官とする艦隊をクリミアに派遣した。オスマン艦隊はカッファ、タナ、アゾフを占領し、ジェノバに捕らえられていたクリミア艦メングリー一世儀礼を解放し、福井させる。オスマン艦隊の攻撃によって、クリミア半島一帯からジェノバ、 ベネツヤの勢力は一掃された。メングリース勢は1468年に即位した、サイに送った書簡で自国がオスマン帝国と対等の関係にあると主張していたが、1475年の福井後にオスマンへの侵入の意思を表明した。チンギスハーンの子孫を従属下に置いたことで、イスラーム諸国以外に火山半国などのモンゴル系国家やモスクワ大公国にも、 オスマン帝国の権威は知れ渡る1472年より、モルダビアのステファン大公は、功能金の支払いを拒否し、ポーランド、ハンガリー、ベネツヤ、強行庁に、反オスマン連合の結成を呼び掛か,かりかけていた。1474年にメフメトは、モルダビアにキリア、アルバの要塞の返還を要求するが、要求は拒絶される。 1475年1月のバスルイの戦いで、オスマン軍はモルダビア軍に敗北した。ヨーロッパ諸国は、シュテファンの勝利を称賛し、村と二世のカフはかつてない敗北を喫したと解雇した。しかし、バスルイの戦いは、オスマン軍のヨーロッパ方面での戦略に影響を与えるには至らず、シュテファンもオスマン軍の再度の攻撃に備えた連合の結成を呼びかけていた。 1476年5月、メフメトは、モルダビアへの申請を行い、オスマン軍とクリミア半国から派遣されたモンゴル兵は、モルダビア各地を蹂躙した。同年7月にメフメトは、アルバ渓谷の戦いで、ステファンに勝利を収めるが、モルダビア兵の抵抗と軍内での薬病の流行、食料の欠乏のために退却を強いられる。シュコドラ包囲モルダビア遠征から帰国した直後、 メフメトは、ハンガリーの勢力下に置かれているセルビアの要塞を攻撃する。この時ハンガリーの兵力を分散させるため、アクンジュがダルマチアとクロアチアに派遣された。1477年には、アクンジュは北イタリアのベネツィアの勢力圏に侵入し、町々を破壊した。ベネツィアの海外領土であるレパントの攻略を断念し、征服の目標をアルバニアに移した。 1478年春にメフメトはアルバニア申請を開始、他のヨーロッパの国々からアルバニアに援助は行われなかった。同年6月にアルバニアの首都クルヤは飢餓と薬病、援軍の敗退によってオスマンに降伏する。メフメトはアルバニアに残されたシコドラの町に包囲を敷き、1ヶ月に及ぶ砲撃の後に総攻撃を命じた。 総攻撃の後もシュコドラを占領することはできず、包囲を継続する一方で援軍の到着を阻止するために他の都市に軍隊を派遣し、数ヶ月の攻防の末にシュコドラは陥落した。クルヤとシュコドラの陥落により、アルバニアの大部分がオスマンの支配下に入る。15年以上にわたってオスマンと戦争状態にあったベネツヤは国庫が急防し、 ヨーロッパ諸国から孤立した状況に置かれていた。住民はペストの流行と悪事の襲撃に恐怖し、ベネツィアではオスマンとの講和の機運が高まっていた。1479年1月にメフメトはベネツィアと和訳を結び、国会の正会権を掌握した。同年8月、メフメトはベネツィアの元老院に優れた画家をイスタンブールに送るよう要請した。 メフメトの要請を受けたベネツィアは、画家ジェンティーレ・ベリーニを派遣する。ベネツィアとの和訳によりモルダビアは、援助を断たれ、翌1480年に、シュテファン大公はオスマンに侵入を誓った。イスタンブールに安置されている、メフメト2世の筆1 4 8 0年、ロドス島のイスラム教徒を保護するためにメシヒッパ社を、司令官とする艦隊を派遣する。オスマン軍は、 西洋羽根騎士団が立てこもる島を包囲するが、陥落の直前にメシヒッパシャが略奪を禁止したために、兵士の士気が下がり、騎士団の反撃を受けて敗北する。同年に、イタリア半島南部に、ゲリクアフメトパシャを総司令官とする艦隊を派遣し、同年8月に、艦隊はイタリア南部のオトラントを占領した。オスマン軍の到来を、ヨーロッパ諸国は、 イタリア征服の前兆と考え、ローマ教皇は、ローマからの逃亡と十字軍の呼びかけを計画した。ナポリオ王国は、混乱に陥り、イギリス、フランス、神聖ローマ帝国などの国々に支援を求めたが、援助は得られなかった。1481年春、メフメトは病心にもかかわらず、申請を開始し、4月27日にユスキュガルに至る。5月3日、 ユスキュダルからおよそ2 0トル離れたテクフル、チャイリで目フめとは沈没する。最後の遠征の目的地は明確になっていないが、イタリア半島のかかと、オトラントを占領していることからローマ征服を意図していたとの説もある。死因は病死、あるいは毒殺と諸説分かれているが、前述、口述されるように、知性末期にはすでに病身であることから一般的には、 と考えられているメフメトの宝魚を知ったローマ教皇、キリスト教の聖職者、ローマ市民は歓喜し、祝祭を開いた。メフメトの旧市は、二人の息子による定位をめぐる内装を引き起こした。長子のバヤジトは、メフメトの旧心的な政策に反発する勢力を味方につけ、バッシェのジェムは、メフメトの政策を支持する派閥に擁立されていた。 最終的にバヤジトが後継者争いに勝利し、新たな皇帝として即位した。15世紀末に、トルコの画家によって描かれた、メフメト二世の肖像が、コスタンツ・ダ・フェラーラによる、メフメト二世のメダル彫金メフメト二世は残忍かつ、狂信的と言われる一方、文学と芸術に理解を示した人物としても知られる。激しい気象と合理主義精神を持ち合わせ、 学芸とい文化に強い関心を持っていた。メフメトは東ローマ帝国が所蔵していたキリスト教の生遺物を保管していたとも伝えられている。1456年にメフメトと面会したベネツヤ人ジャコモデラングシーは彼を屈強な体格の恐怖心を与える人物と記した。また別のベネツヤ人ニコラ・サグンディーノは ユーモアを好まない行動的な人物だと記している。メフメトは長らく病にかかっており、年代記作家のフィリップ・ド・コミーヌは、メフメトと対面した人物たちからの伝聞をまとめて、両足が極度に腫れ上がり、病によって体が肥満していた病状を記録している。税を凝らした食事と過度の主食、そして度重なる遠征が、メフメトの健康を害した原因と思われる。 最後の遠征の直前、病によって、メフメトの体は急激に累想し、歌詞はむくんでいた。トルコの研究者の中には、晩年のメフメトは癌にかかっていたと推測する意見もある。メフメトはアラビア語とペルシア語を介し、イタリア語とキリシア語の知識もいくらか持ち合わせていたと言われる。メフメトの宮廷では、ニサーミーのゴ部作、フェルドースイーの王の書、 ラシード・ドッティーンの修士が好んで読まれていた。ペルシア文学の他にティムール・朝で書かれたチャガタイ語文学も人気を博していた。メフメトは詩人を保護するだけでなく、自らもアウニの筆名で作詞を行い、オスマン語による77編の詩集、ファーティフ・ディー・ワーニを表した。また、メフメトは中国やウイグルの流れを汲む中央アジア世界の絵画も閲覧していたと思われる。 メフメトはイタリアなどから知識人を招聘し、ギリシャ語の文献を収集する、ヨーロッパ文明にも関心を持つ人物だった。コンスタンティノープル攻略後、メフメトは歴史家クリトボロスをはじめとする東ローマの学者たちを交遇する。彼がイタリアから招聘した画家ジェンティー・レベリーには16ヶ月のアイダイスタンブールの宮廷に滞在し、メフメトの肖像画などの作品を残した。 イタリアの人文主義者、芸術家たちは、メフメトが、学芸の保護者であるという評判を聞き、イスタンブールの宮廷を訪れたいと願っていた。しかし、メフメトが、イタリアの人文主義者たちを保護した目的の一つには、イタリアの政治、軍事情報の獲得があったとも考えられている。一方で宮廷で、ペルシア人、イタリア人、ユダヤ人が重用されていたことに、トルコ人の間では、 不満が起きていた。メフメトが没する数年前から、アマスイヤの知事を務めていた、メフメトの長子、バヤジトの周りには、メフメトの政策に反対する派閥ができていた。メフメトとバヤジトの関係は悪化し、メフメトは、バヤジトの宮殿を監視していたが、派閥の形成は抑止できなかった。メフメトの崩御後、彼が保管していた絵画は、皇帝に即位したバヤジトによって、破壊。 売却される。メフメトは園芸に熱中しており、宮殿内の庭園で草花を栽培していた。遠征先でもおゆり、水仙、チューリップ、バラなどの植物を探し、宮廷に持ち帰っていた。他に工芸を趣味としており、木、造毛、貴金属の細工を楽しんでいた。1481年のメフメトに生没時のオスマン。 帝国の勢力ズイスタンブールの宮廷を頂点とする軍事、行政の体制はメフメト二世の時代から形作られていき、統治の規則はカールーン・ナーメに成分化された。また、カールーン・ナーメには征服地の法律も組み入れられていた。1453年のコンスタンティノープル包囲におけるメフメトの側近で構成される主戦派と旧勢力に代表される 反戦派の対立はオスマン宮廷の君臣官の関係を変容させる契機となった。オスマン帝国は征服地を一族間で分割する遊牧民国家の監修を克服し、中央集権下によって国家の永続性が保障された。メフメトは初期のオスマン帝国で活躍したガーズイーやアナトリア出身のトルコ系貴族を政界の中心から遠ざけ変わって、 バルカン半島から徴収したカプクル出身の軍人、官僚を徴用した。奴隷として徴収した少年を養育するための教育制度を整備し、宮殿の近辺に彼らのための学校が設置された。しかし、新たに台頭したカプクルと旧勢力の間に激しい抗争が起きる。君神関係の変化に伴い、古くからの宮廷の監修は次第に捨てれていき、代わりに、 君主の行動に儀礼的な要素が付加されていく。メフメとは、宮廷の空気を従前の遊牧民族的な雰囲気から、東、ローマ的な権威ある雰囲気に変えようと試みている。晩年にはスルタンが主催する午前会議のしきたりを改め、スルタンは後ろの部屋から会議を閲覧するようになった。また、スルタンが大臣たちと一緒に食事をとる監修も改め、 別の部屋で食事を取るようになる。メフメト二世の知世でのオスマン帝国の領土の拡大とそれに伴う交易路の確保は帝国の経済を発展させ国の収入は増加する。国内各地の都市、都市間をつなぐ交易路にはキャラバンサライやハーンなどの対象のための宿泊施設が建設された。カッファ、ターナなどのオスマンの支配下に入った国会沿岸部の都市では 経済活動がより活発になる。帝国の旧都であったブルサは絹織物の製造が盛んになり、また、フィレンツェの商人が集まる絹、羊毛の中継交易地として発展した。オスマン帝国の交易権の拡大により東、地中海におけるベネツヤの交易は打撃を受け、代わってオスマンと連携したフィレンツェが台頭した。だが、繰り返し行われた遠征とイスタンブールの 開発事業によって財政は逼迫し、貨幣の改中は状況を悪化させた。メフメトの知性の農業と経済の発展において利益を得られたのは一部の商人、投資家、特権階級など限られた層のみであり、大部分の民衆に利益は還元されなかった。また、メフメトは塩や石鹸といったいくつかの日用品に専売倍制度を設けて増収を図ったが、 同時代の人間からの評価は悪かった。メフメトの次に即位したバヤジとニセイは民衆の不満のもととなっていたメフメトが設置した新税を廃止し、支出を極力抑えて財政を再建しなければならなかった。しかし、在位中の財政難にもかかわらず、結果的にメフメトの進めた領土の拡大は長期にわたって帝国に利益をもたらすことになる。 トップカップ宮殿ハーティフモスクコンスタンティノープル征服後、メフメト2世は町をイスラム教徒の居住地とし、減少した人口を回復させるために、様々な政策を打ち出した。メフメト地下のイスタンブールでは、宗教、公共施設や商業施設の建設が推進され、メフメトと同時代のギリシャ人歴史家クリトボロスは、イスタンブールの復興事業やキリスト教徒の保護を、称賛した。 アヤソフィアなどのキリスト教の教会はモスクに改築され、新たに建立されたモスクを中心に、イスラム教徒の居住区が形成された。メフメドの地世の末期、かつて聖子都大聖堂が存在していた場所に、おそらくは、スルタンの権威を示すためにファーティフモスクが建立された。モスクの周辺には、メドレセ、病院、給貧院などの付随する施設も建てられた。 メドレセには各地から学生が集まり、イスラームの諸学を収めた。東ローマ時代の水道設備は修復された上、新たな浄水道が引かれたことで、市民は生活用水を得ることができた。これらの施設の建設と運営にあたっては、商店を宗教施設に枠付として寄進し、商店の賃貸料と売り上げから運営費を捻出した。年頃から、 施設の運営費を賄うために、イスタンブールには多くのバザールが作られ、グランドバザールの原型も、メフメトの知性に完成する。オスマン皇帝の宮殿は、当初グランドバザールの西に造営されたが、市場に近いという理由で、別の場所への移転が検討される。1465年に、イスタンブール旧市街の東端に、新たな宮殿の建設を開始し、 1478年に新宮殿が完成した。新しい宮殿は大砲が置かれた門にちなんでトップカップ宮殿と呼ばれるようになり、お住まい皇帝の住居、帝国の政治の中心地となった。町の復興にあたっては、東ローマ時代からの市民は保護を受け、帝国各地の異なる民族をイスタンブールに移住させた。イスタンブールにはイスラム教徒だけでなく、 独自の技術と人脈を持つギリシャアルメニアのキリスト教徒やユダヤ人も集められ、イスタンブールは他文化が共存する街となった。東ローマ時代からの住民であったギリシャ人には手厚い保護が与えられ、イスラム教徒から不満が起こるほどだった。しかし、アナトリアの住民の間にはイスタンブールの発展と移住に対する抵抗が見られ、時折強制移住策が実施された。また、 ジハードの継続を主張する人間の中には、依然としてヨーロッパ征服の前線基地であるエディルネオ首都に置くことを支持する意見もあった。メフメトの知性から民衆の間にイスタンブールは呪われた街であるという噂が流れ、その噂の中ではメフメトの革新的な政策が批判された。ありがとうございます。